アンダーソンにあるマディソン軍庁舎マディソン軍はアメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は133,358人である。ここの軍庁所在地はアンダーソンである。マディソン軍は1823年に設立された。この軍はザ・フェデラリストの共同庁者であり、1809年から1817年まで、 第四代アメリカ合衆国大統領だったジェームズ・マディソンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1173平方キロメートルである。このうち1171平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.17%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、 この軍は人口133,358人、53,052世帯及び36,234家族が暮らしている。人口密度は114平方キロメートルである。49平方キロメートルの平均的な密度に56,939件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人ーセント。 アフリカン・アメリカン7.88%、先住民0.23%、アジア0.35%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.60%、および根結1.01%である。人口の1.49%がヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は23.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が28.30%、45歳以上64歳以下が23.90%、及び65歳以上が14.90%に渡っている。中央値年齢は37歳である。 女性100人ごとに対して男性は97.10人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.40人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は38,925ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は46,663ベ米ドルである。男性は35,585ベ米ドルに対して、 女性は23,719ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は2 9 0十ベイドルである。人口の9.30%及び家族の7.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.90%及び65歳以上の6.10%は貧困線以下の生活を送っている。ファインド。 カウンティナショナルアソシエーションオブカウンティーズ http コロンスラッシュスラッシュ www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacouty.aspx2011 n 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。